皆さんこんにちは富士フイルムインスタックスチェキ新製品発表会にご参加いただき誠にありがとうございます司会を務めさせていただきます大地未来と申しますどうぞよろしくお願いいたしますまず初めに主催者を紹介させていただきます主催者の方どうぞご起立ください 富士フイルムホールディングス株式会社代表取締役社長 CEO 後藤貞一富士フイルム株式会社取締役常務執行役員イメージングソリューション事業部長山本雅人同じく執行役員 イメージングソリューション事業部副事業部長、河野道治、イメージングソリューション事業部統括マネージャー、高井隆一郎、富士フイルムイメージングシステムズ株式会社代表取締役社長、松本浩二。 以上でございますどうぞご着席くださいそれではプログラムに移ってまいりますなおご質問につきましてはすべての発表が終わり次第お受けさせていただきますはじめに富士フイルムホールディングス株式会社代表取締役社長 CEO 後藤貞一よりご挨拶、並びに イメージングソリューション事業の取り組みについてご紹介いたします。 後藤社長よろしくお願いいたします、えー、皆さんおはようございます、えー、富士フイルムホールディングス株式会社代表取締役社長の後藤定一でございます 本日はご多忙の中、インスタックスチェキの新製品発表会にお集まりいただき、ありがとうございます。また、オンラインでご参加の方々にも感謝申し上げます。新製品の発表に先立ちまして、まずは富士フィルムホールディングス全体とイメージングソリューション事業の取り組みについてご説明させていただきます。 まずは、富士フィルムホールディングスの業績です。昨年2021年度は中期経営計画、ビジョン2023がスタートした初年度に当たる年でしたが、連結売上高は2兆5,258億円。これは対前年の15.2%増。営業利益は過去最高の2,297億円。 これは対前年38.8%増となりまして、大幅な増収増益を達成いたしました。新型コロナ流行拡大への対応や、新たな需要を取り組み、当初の初年度計画を大きく上回り、ビジョン2023を順調にスタートすることができました。本年2022年度の連結決算に向けては、 メディカル事業、システム事業をはじめとするヘルスケア、半導体材料などのマテリアルズ、複合機など事務機器のビジネスイノベーション、写真関連のイメージングの全セグメントを成長させ、売上高は対前年4.9%増の2兆6500億円、営業利益は対前年6.7%増の2450億円と、 2期連続で過去最高益を更新しビジョン2023最終年度に向け成長を加速させてまいります、えー、続いて本日新製品を発表するイメージングセグメントについてお話しいたします2021年度はカラーインガシや放送シネマ用レンズのなどの新型コロナ影響からの着実な回復に加えて インンスタントフォトシステムやデジタルカメラでの新製品投入により販売が好調に推移いたしました売上高は対前年16.9%増の3334億円営業利益は対前年2.4倍の370億円となり売上利益ともコロナ前の2019年度を上回りました 本日、新製品を発表するインスタントフォトシステムは、昨年4月にミニフォーマットフィルムに対応した新エントリーモデルインスタックスミニ40、10月にワイドフォーマットサイズのスマートフォン用プリンターインスタックスリンクワイド、さらに12月に最上位機種のインスタックスミニエボを発売してまいりました。 いずれも市場から高く評価され新製品によるファン層の拡大が進み販売が好調に推移しております特にクラシックデザインを施しスマートフォンプリンター機能も兼ね備えたハイブリッドカメラインスタックスミニエボこれは発売時計画の2倍以上の販売となっております現在も需要に生産が追いついていない状況が続いており 増産を急いでおりますこうした流れを受けてフィルムの販売も順調に推移しております経営としてもインスタックスフィルム生産ラインの増設投資を決定いたしました生産能力をさらに2割拡大し世界的な需要増トレンドに対応してまいります最後にイメージングの目指す姿をお話しします イメージングはおよそ90年の歴史を持つ富士フィルムの創業で,ですが中期経営計画ではイメージングの未来を作るというビジョンのもと付加価値の高い製品サービスソリューションの提供を通じてさまざまな思い出や出来事を写真という形にすることで心の豊かさや人々のつながりを強めることに貢献してまいります。 本日ご紹介いたします新製品はご,ご好評いただいているスマートフォンプリンターリンクシリーズの最新機種インスタックスミニリンク2です。これからもアナログなプリントとデジタルな技術を組みかけることによって新たな価値を生み出しよりお客様を楽しませる製品サービスを継続的に提供してまいりますのでどうぞご期待ください。 では昨今の具体的なインスタックスチェキの取り組みについて統括の高井よりお話をさせていただきますご清聴ありがとうございました後藤社長ありがとうございました続きまして イメージングソリューション事業部統括マネージャーの高井隆一郎よりインスタックスチェキの取り組みについてご紹介いたします一瞬一瞬を大切にとっておこうその瞬間は分かち合うことでかけがえのない宝物になる この手にリアルをインスタックスチェキそれでは高井さんよろしくお願いいたします皆さんこんにちはフジフィルムイメージングソリューション事業部の高井隆一郎です 私からはインスタックスブランドの取り組み、そして今後目指すビジョンについてお話しいたします。インスタントフォトシステムインスタックスブランドは、1998年に初代ミニ10を発売し、来年2023年で25周年を迎えます。その間、時代の移り変わりとともに、 トレンンドに合わせたデザインを取り入れ撮影はよりシンプルに画像はきれいに進化させてきましたスマホが中心の現代においてインスタックスチェキのプリントが持つアナログ感やモノ感そして独自の質感は Z 世代を含む若年層を中心に唯一無二の リアルルなコミュニケーーションを生むツールとしてて受け入れられらいますこうしたユーザーの声を踏まえ、ドントジ t ストテイクギブ、取るだけじゃない、あげたいからをタグラインに添え、商品企画と反則を強化してまいりました。現在は100か国以上の国々にファンが拡大し、海外売上比率は9割以上になっています。 新たな価値を提供し続けるインスタックスブランドはゲーム、ミュージック、ファッションなど世界中の幅広い分野でパートナーを広げています。今年はさらにスポーツの分野でも新たなパートナーとともにインスタックスの価値を訴求してまいります。インスタックスは2024年パリオリンピックの新競技となるブレイキンの世界大会アンディスティピーティッド・マスターズへの メインスポーサーとしてスポーツ業界へもコラボの輪を広げますブレイキンのダンスで表現する自分自身の世界観や対戦するブレイカー同士がお互いをリスペクトし合う文化を価値ある一瞬一瞬として収めることのできるインスタックスチェキプリントとともに盛り上げてまいります6月25日に実施されたロンドン大会を皮切りに今年はオランダ・ アメリカそししてて日本ででのの開催を予定しておりますのでご期待くださいインスタックスシリーズの商品ラインナップは時代とともにトレンドや進化する技術を取り入れ積極的に拡張してまいりましたインスタックスチェックプリントは大人気のミニフォーマットに加えスクエアワイドとデバイスラインナップも拡張 また2017年からは初のハイブリッドカメラ SQ10 を皮切りに積極的にデジタル技術によるハイブリッドカメラやスマートフォン用プリンターを市場導入してまいりましたユーザーの皆様が期待する変わらない価値とともにデジタル技術を取り入れた新しい価値を提供することでラインナップ強化を進めてまいります 2018年には動画撮影からの切り抜き機能で動きのある被写体をプリントできる時を操るチェキ SQ20 そして2019年には音も記録する新時代チェキリプレイ昨年にはクラシックデザインを施しアナログ感ある操作性にこだわったハイブリッドカメラインスタックスミニエボを導入しました スマホ撮影のアウ,アウトプットデバイスとしては写真を簡単にチェキプリントできるだけでなく相性診断など遊びる機能を盛りだくさんのリンクを発売リンクは世界中で大人,気と大人気のブランドとなりましたスマートフォンプリンターリンクはキャラチェキ仕様のタグラインとともに 任天堂スイッチ連携モデルとアプリも展開しておりますゲームファンの皆様にもゲームの世界での体験をリアルな思い出としてプリントし楽しんでいただいておりますまたワイドフォーマット用スマホプリンターリンクワイドは QR プリントモードを充実させリプレイでご好評いただいた音チェキに加えチェキプリントとともにメッセージを加えた 手紙チェキそして YouTube 動画やお気に入りのウェブサイトへのリンクをつけたウェブチェキ好きなレストランなど地図情報を加えた地図チェキこういった機能を追加しております個人用途だけではなくビジネスへの用途拡大につながってますリンクというネーミングは プリンターとアプリのスムーズな連携友人や家族など大切な人とのつながりを通じて楽しい時間を過ごしてほしいという思いが込められていますリアルの世界ではもちろんのことアニメなど二次元でも近い未来では例えばメタバースなど仮想空間においてもバーチャルとリアルを 結ぶ架け橋として、リンクブランドはインスタックスブランドの主力の一つとして、商品、サービスを拡大してまいります。そして本日、インスタックスチェキの楽しみ方をさらに進化させるべく、新製品を発表いたします。AR 技術を組み合わせた新機能にぜひご注目ください。ごご聴ありがとうございました 高井さんありがとうございました続きましてイメージングソリューション事業部商品企画担当望月薫子より新製品についてご説明させていただきますよろしくお願いします皆さんこんにちは商品企画を担当した イメージングソリューション事業部の餅月香織子です本日はどうぞよろしくお願いいたします本日ご紹介する新製品はスマホプリンターチェキインスタックスミニリンク2ですこちらをご覧ください 描こう、遊ぼう、遊ぼもっと自由にスススマホプリリンンンタターチェキインスタッククミニリンク2新製品ミニリンク2は全機種で好評だったシンプルな操作性は引き継ぎつつ AR 技術を組み合わせることでさらなるチェキプリントの楽しみ方をご提供しますそれでは早速新機能インスタックスエアをご紹介しましょう司会の大地見さん ご協力をお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あこれが新しいリンク2ですね。そうなんです。はい、で、今回あのご紹介するインスタックスエアなんですけれども、はいえー、AR を活用した空間描画機能です。空間に絵を描けるっていうことですね、はい。そうです。はいえー、アプリで撮影する際に、はい。五種類のエフェクトを描くことができます。例えば、えー、このようにペンで。 イラストを描いたり、<laughs> <で>猫になりましたね。<laughs> あとは花びらを振らせたり、お、あ、すごいかわい,い。なんか音も違うんですね。はい、あ、そうなんです。<ー>ちょっと楽しいイメージになってます,、えーす。え、シャボン玉もこのように出てきます。で、<お>シャボン玉は長押ししているとこのように膨らんでいきます。おじみさん、ポーズとってください。シャボン玉。 た。このように写真を撮影した後、はい、プリントボタンを押しますと、はい、写真がどんどん上に流れていって。 で、プリンターに転送されます。なるほど、ここから出てくるわけです。ねここから写真が出てくるんです。ええ、でも、こう、今みたいな動きのある臨場感。一瞬しか取れないのが残るっていうのが楽しいですね。そうなんです。ちょっとかぶっちゃいましたけど。出てきました。え、このように、次キプリントに簡単にすることができるんです。なるほど。で、え、インスタクセア機能でできるのは、それだけではございません。なんと、え、プリンター本体を使って。 空間描画することができるんですこれを使って絵を描くんですねはい。はい、ではそちらご紹介いたします、はい、まずはアプリ上でプリンターの元に切り替えます、はい、するとプリンター本体の側面の LED が緑色に光りますあ、光りましたはい でえー、プリンターの上部にボタンがあると思うんですけれどもこれですねはい、そのボタンを押しながら LED をスマホに向けて動かすと空間に絵を描くことができるんです、はい、では、えー、せっかくなので、えー、スプレーの機能で赤色にしようかなこれで何か描いてみてください、はい、押せばいいおあすごい描いてる間振動するあ そうなんです。そうな,なりました。どうすえ、すごいなんか本当にスプレー缶を押しながら描いてるみたいな感覚ですね。そうなんです。えー、このあの振動というのは、まあ実際にここの画面が見えなかったとしても描けているということがわかるような仕様になっております。おお、すごいいっぱい描ける。<laughs> はい、で、えっとこのようにあの画像にして残すことはできるんですけれども、え、はい、今回新たな機能としてもう一つ追加されているのが動画として撮影できる。 という機能になりますではこちらもご紹介いたします、はいえー、左下のところで動画モードに切り替えますと、えー、最大15秒までの短尺動画を撮影することができますでは、えー、このキラキラのエフェクトを使って何か動画を撮影してみたいと思いますキラキラじゃあ今日はたらばたでおほいさまできたかな<あっ> <laughs> かけてますかけてますね。 このように動画を撮影すると自分の好きなフレームのところでせっかくなので最後の星様のところがいいですかね、はい、<laughs> ここで切り取りますするとチェキプリントに QR コードがつきますでこの QR コードをスマホで読み込みますとこの作った動画が一連として見返すことができるんですでこちらプレビュー画面なんですがこのようにインスタックスフレーム付きでじゃあ今日は。 <laughs> かけてます、かけてます、ね。えーすごい。なんか音声も一緒に残せるっていうのがいいですね。はい、そうなんです。はい。このように音声も残して動画としてチェキプリントを残すことができるという機能になります。はいはあ、すごい新しいリンク。ス、はい、楽しかったです。あり,すありがとうございます。ご協力ありがとうございました。はい。えー、もちろんその他の機能も充実しておりますので、6つ簡単にご紹介させていただきます。 まずは基本のスマホプリンターとしての機能ですスマホに保存された画像はアプリで簡単に読み込み拡大縮小明るさなどを調節の上プリントすることができますプリント出力までの時間はたったの15秒です友達といるときなどに便利な連続プリントも可能でフル充電すると約100枚のプリントができますビデオプリント機能では スマホ内の動画からベストショットを切り出してプリントすることも可能です子供や動物など動きの多いシーンでも動画からなら簡単にベストショットを見つけてお気に入りの一枚にプリントすることができます画質は色彩豊かなインスタックスリッチモードと自然な風合いのインスタックスナチュラルモードの2種類からお選びいただけますまたインスタックスミニエボや インスタックスミニリプレイで話題のプリント画像保存機能も搭載。プリントした画像をインスタックスフレーム付きの画像としてスマホに保存できます。さらにミニリンク2ではインスタックスエアで作った動画もインスタックスフレーム付きの動画として保存できるので、Instagram のリールスでしたり、TikTok でも簡単にインスタックスの世界を表現することができます。 人気の遊び機能もバージョンアップしましたマッチテストには新たに直感診断が登場2人が直感的に色を選ぶだけで2人の相性が分かっちゃいますプリントの縁には2人が選択した色が表現され写真をさらに引き立てます前機種で話題だった加速度センサーも引き続き搭載 アプリのファンモードとプリントモードの切り替えやリモート撮影、インスタックスカメラ機能を使うときのズームイン、ズームアウトがプリンターを傾けるだけで行いますこのスマホプリンター、インスタックスミニリンクツーは7月28日木曜日より発売開始いたします販売価格はオープン価格ですが税込15,800円程度を想定しています 本体の色はクレイホワイトソフトピンクスペースブルーの3色です同日にインスタックスミニフォーマットの新しいフィルムも発売しますインスタックスミニフィルムスプレーアートはミニリンク2のインスタックスエア機能にアイデアを得てスプレー缶で描く遊び心を表現し写真をより楽しく見せてくれますまた、 プリンター用のハーーードケースも同時に発売しますプリンターと充電ケーブル出力したチェキプリントを収納することができ気軽に持ち運ぶことができますカラーはプリンター本体に合わせてホワイトピンクブルーの3色を揃えました今回新たに発表するインスタックスミニリンク2ではインスタックスエアー機能を通して ユーザーの皆様のちょっとした遊び心を刺激したいという思いを込め描こう遊ぼうもっと自由にを製品キャッチコピーとしましたこのコピーとともに店頭オンラインで強力にプロモーションを進めてまいりますそれでは進化した遊べるスマホプリンターインスタックスミニリンク2の発売をどうぞお楽しみにご清聴いただきありがとうございました

それではここからはゲストをお迎えしてのトークセッションをお送りしてまいりますトークセッション中はフラッシュでの撮影はお控えいただきますようお願いいたします本日は女優の広瀬すずさん女優の伊原理香さんにお越しいただいていますどうぞご登壇ください大きな拍手をお願いいたします 今日は涼やかな浴衣姿でご登壇いただきましたお二人ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますとっても素敵ですね今年浴衣は <laughs> いかがですかもう着られました私は2回目なんですけど<あ>なんかすごく何回着てもテンションが上がります、ね、<laughs> そうですね岩原さんどうですか私は今年初めてで なんだか久しぶりに来た気がしてすごいワクワクしてますいお二人ともとってもお似合いですお二人は同じ事務所の先輩後輩と伺ったんですが普段から交流は終わりですか <laughs> <laughs> あのー、年に何回か事務所で集まることはあるんですけど、えー、コロナ禍に入ってからそれもなくなってしまい、うん、そうですねでも同世代同世代なんです、うん、年も近いですよねそうなんですだから 先輩後輩後でもないいい、ね、いやいやいやで <laughs> も<う>本当になんか誕生日とか何かあるたびにメッセージくださったりしてあ<ー>ずっとあのご飯行きましょうという話はずっとしてるんですけど <laughs> <う>なかなか今はじゃあ今日はチェキを使ってより距離を縮めていただければと思いますえ誠に申し訳ございませんがえフラッシュでの撮影はお控えいただきますようご協力の方よろしくお願いいたします さあ、今日はお二人ともインスタックスミニリンクツーをお持ちいただいてるんですよね。はい、出していただけますか。すちょうど浴衣に合わせたバッグから出していただきました <laughs> す。こんなこう小さいバッグにも入るので、なんかどこに遊びに行くにもなんかこう気軽に持っていけるのはすごい嬉しいなって思います、ね。そうですよね。伊、うん、原さん触った感じどうですか。そうですね。あのデザインもすごいシンプルですし軽いので。 なんかファッションだったり場所関係なくあの持ち運べるなと思います。で気軽に持っていけそうですよね。今日はお二人からミニリンクツーについていろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、もうすでにお二人はインスタックスミニリンクツー体験していただいたんですよね。はい、はい、しました。はい実際にお使いになって広瀬さんどうでしたか。あの携帯とアプリでいろいろやってたので。はい なんか完成がこう今までのチェキとちょっと違うわくわく感があったというか割と自分のセンスを問われる今までも広瀬さんたくさんチェキ使ってらっしゃると思いますけど、はい、その中でもやっぱりちょっと感覚違いましたかちょっとなんかセンス問われるなと思いつつもでもいろんなこうまた今までになかった機能っていうんですかねがたくさんあったのでなんか楽しかった。 です,ね、すごくうん、うん、そうですよねいっぱい遊べる機能ついてますからね、うん、井原さんいかかがでしょうか私今回あの撮影現場に持って行ってあのキャストの皆さんとかと一緒に撮ったんですけど<ー>なんかみんな見るために <laughs> え何これみたいな。 見たことないっていうのをすごい言ってもらって嬉しかったですし、なんか人気者になれましたい。いいですね。<laughs> プリントしたチェキプリントはプレゼントされたりしましたはい。あの家庭もすごいみんな楽しんでくださったんで、あの撮影する間も。それが楽しいなと思いましたね。 ねはい、このミニリンク2には皆さんで遊べるインスタックスエアという機能が搭載されていてもうすでにお二人には事前にインスタックスエアを使ってお写真撮影していただきました <laughs> ちょっとお写真撮ってきていただいたものをお見せいただきたいと思いますさあではまず広瀬さんどんなお写真撮ってくださいましたか <laughs> 大きなお花です、ね、あのすごい描くのも割と難しいん <laughs> ですけどそれがこうどんなふうに出来上がるかがワクワクしながらやってたんですけどちょっと一発目真顔だったんですけど <laughs> <laughs> これすごいいい笑顔だ、あのー。 マネージャーさんに笑ってって,<笑>って言われたので、ピクツだったんですね、うん。そうです。もうちょっとシュールに出来上がるものが <laughs> すいません。これはエフェクトは何に使われました？あのスプレーというものを使ったんですけど、はい、まあ青だけじゃなくいろんな色があってこう描けるものなんなんですけど、私は最近ちょっと青にハマってたのであ、あそうなんです、ね、<laughs> そうなんです。割とシンプルにデザインは出来上がったんですけど、すごい楽しかったです。 今日の浴衣もね、青系であ、素敵本当にすごい好きな人みいちょうどぴったりですね素敵な作品ありがとうございました井原さんはどんな写真をこれです出ますか読めます 広瀬さん読めますあそうあすご <laughs> すごいそうなんですあの撮った場所が背景何もなかったんでうん、うん、何しようかなと思って今回これはあのなんかスプレーと、はい、あとネオンのを使ったんですけどちょうどこのピンクのでここ真ん中が光るのでそれに合わせて真ん中はネオンにしてなんか浮いてるみたいな感じに。<laughs> してみましたす。二種類使いこなして。はい、ええー、広瀬さん、ご覧になっていかがですか。先ほど言ったセンスというものが。<laughs> ごめんなさい。<laughs> さいセンスがいい。かわいい。いい意味で出てるってことですね。いや、すごい、おしゃれ。おしゃれ、本当ですか。しかも、リッカちゃんが、絵か、絵がすごく上手。そう、デザイン。がすごく上手っていうイメージがもともとあったので。そうなんですね。ちょっと。もうちょっと。私も、なんか、やればいい。<laughs> <laughs> 井原さんひ、広瀬さんの作品見てどうですかいいいや、やもう完璧ででです。です。す <laughs>、はい。す。最最高高優しね。先輩後輩後のやり取りが見えまかか心らこのようにインスタックスエアを使って楽しく撮影ができるわけなんですけれども今日は実際にお二人にこの場でインスタックスエアの機能を使っていただきながらその魅力に迫っていきたいと思います。<laughs> ステージを準備をいたしますので、お二人少々横にずれていただけますか。はい、ありがとうございます。それでは準備が整ったようです。スクリーンに星空が映ってきました。今日は7月7日。そうです、七夕ということでこのようなセットをご用意しました。 いかかがですか広瀬さん井原さんん原あの七夕っていうことを私すっかり忘れていて <laughs> <laughs> あのこんなに華やかにこんなに七夕を感じれるのすごく嬉しいです。井原さんどうですかなんかなかなか社会人になってからちゃんと七夕をするってことがなかなかタイミングがないのですごい嬉しいですね。 お二人ともじゃあ今年はまだ短冊書いてなかったですか書いてないですあじゃあぜひ帰りに書いて帰ってもらってそうですねひ <laughs> っそり書いておきます今日はこの舞台上でたっぷり七夕を楽しんでいただきたいと思います <laughs> リンクツーの製品コンセプトである描こう遊ぼうもっと自由にの通りにお二人には自由にもう遊んでいただきたいと思いますのでまずは じゃあ早速撮影に入りたいんですけれども、広瀬さん撮影者になっていただいて、はい、井原さんのお写真撮っていただけますか。わかりました。はい。<laughs> すみません、またお尻向けちゃった。<laughs> この<は>花畑飾りを背景に。なんかいいよ、<laughs> いいですか、さん <laughs> <laughs>。いいよいいよどうしようこのキラキラをちょっと。 つけたいと思いますキラキラしたいですできるかな行きますど,うしどこにある<っ>輝いてますかとっても輝いております <laughs> ちょっといっぱいつけておきますね <laughs> ちょうどう夜空にキラキラしてるみたいな感じになってますね、はい、七夕の夜をおー綺麗 撮影できました。できました。あ、そう。<laughs> <laughs> ちょっとやっぱなんかセンスがあんまりいや素敵で,いいでおしゃれに。あのこれやり直すこともできますけれども。ちょっとやり直しますね。<laughs> <laughs> 一回やり直してみますね。じゃあちょっとキラキラじゃないエフェクトもチャレンジしてみていただけますか。あ、ないこれええっと <laughs> あ、オッケーでだかな。<laughs> はい。ちょっとあの海みたいにじゃしますね。あ海。

戦争なん <laughs> ですけど、これで、<laughs> はい、やってるやいま大丈夫ですか？待ってます。はい、あのピンクのボタンを押してプリントしてください。いそうすると、ここはい、岩原さんが今持ってくださっているリンクツーからチェキプリントが出てきます。うん、あ、来た、来ました。したワクワクする。さあ、どんなものになっているんでしょうか。<laughs> ここか <laughs> ちょっとなんか <laughs>。 もうちょっと下に何かければ。<laughs> でも、このじわじわ待っている時間がちょっと楽しみですね。はい。はい。後ほど完成したものはご披露いただきたいと思います。はい、それでは、続いて、今度は逆です。広瀬さんが映る側、はい、井原さん撮影者になってください。はい。これを。はい。で、先ほど広瀬さんには。写真撮影していただいたんですが、今度は。 三原さん、動画撮影を。動画、はい、お願いしたいと思います。それで書くならこっちで、じゃあ動画輝いてください。輝いてください。動画の時にスタートって言えばいいですか。わかりました。行きます。<で>うん、エアの機能を使って広瀬さんが今度インスタクセアでお絵描きするような感じですね。わかりました。はい。行きますね。三。 ちょっと待ってくださいはい、<laughs> いきますね3 <laughs> はいあれ？<laughs> <laughs> 先に動画な出 <laughs> ちゃった<れ>、ね、もう一回いきましょう何度でも撮り直しできるように左上を押して戻っていただけますか <laughs> 何秒のすずさんになっちゃったこれマックス15秒取れますので、はい、ゆっくりでせっかくなのでじゃキラキラでお絵描きしたら広瀬さん七夕のお願い事を動画で唱えてみていただきましょうかわかりました 大丈夫ですかね、ということは。いきますね。今年こそ、りっちゃんと一緒に焼肉に行けますように。キラキラついたキラキラつきましたよ。これありますよね。はい、そしたら、印刷できるところ。はい、好きなところを選んでいただいて。えー、私の…あ、どこにポでもなんか…もうちょっと。もうちょっとやります もう二回同じこと話して。もう一回やっても大丈夫ですよ。あの何回でも楽しめるので。やってみます。キラキラを増やしたいと思います。はい。いっぱい押し続けて <laughs> あのそうです、ね、広めに動かしていただくといいかもしれません。いきますね。あ出ちゃった。ちょっとっだい。行 <laughs> きますね。三はい。リカちゃんとさつまいもも一緒に食べたいな。 オッケー。笑い。さっきと違う願い事にしてくださって。すごい可愛い願い事ですね。すごい綺麗ですよ。すごいでも、さっきよりいっぱいついて、あ。いい。あ、あ、可愛いです。すごい綺麗な丸できてますね。最高広瀬さん、ちなみになんでさつまいもだったんですか。あの、私さつまいもが大好きなんですけど。え、リカちゃんも大好きで。あ、そうなんですね。会うと。 あそこのさつまいも食べた <laughs> 大学院も食べたとかっていうのをよくお話ししたことがあったのであそうなんですねでも焼肉も好きというとお肉も好きなんです、ね、じゃあ今年はいっぱいお二人で食事に行っていただきたいと思いますじゃあそんな願いを込めながら、はい、えっと決,め決まりましたかこここの笑顔は笑顔キラキラ、はい、すずさんといいです、ね、印刷しますはいそしたら QR コード出ましたのでそちらもプリントボタンを押してください、はい おります。焼肉バージョンのチェキもいただけますかね<あ> <laughs> はいじゃあ <laughs> プリントを <laughs> さつまいますね。緒に <laughs> どっちも大事な思い出としてお持ち帰りいただきたいと思います再 <laughs> 生したいと思います <laughs> <laughs> はいじゃあちょっとどんな作品になっているか楽しみですが、うん、まずじゃあ先ほど広瀬さんが撮影してくださった1枚目のチェキプリントから完成品、はい、見せていただきましょうか 私が出しちゃっていいですか。はい、じゃあカメラに向かってお願いします。すうわ、海の中みたい。なんかね、<laughs> ね <laughs> そうタナなんですけど、ちょっとこう幻想的な、うん、なんかこう感じに仕上がりました。ね、青い背景にぴったりの、うんうん、井原さんどうですか。<laughs> いや、あのスズさんにとっていただけたのも嬉しいですし、これこうやりながらいいタイミングで写真撮れるっていうのがいいですよね。ちょっとなんかもう、え <laughs> ここみたいな時に押せるから、<laughs> なんか、うん、撮ってる間も楽しかったです。このエフェクト選びも楽しいですよね。うん、いや迷いますね。なんかそのシチュエーションになったりとか、今回しかも浴衣を着てるので、うんうん、なんかこう浴衣に合ったさっきも使ったキラキラであったりとか。うん なんかこう自分なりの、その、この中の空間をデザインできるっていうのは。なんかこう、楽しいですよね。でも、七夕飾りを見て、第一に、海に表現したのが。広瀬さんは、あるかなと思って、素敵です。<laughs> ね、色に影響されず。<laughs> <laughs> やっぱり、青好きな広瀬さんが出てましたね。ちょっとクラゲっぽくも見えますしね。確かに。丸い飾りもありますしね。いしねうん、そうです、ね。はい なんか井原さん共感してます？共感 <laughs> ね。フォローすごいしてくれます <laughs>。<laughs> <laughs> ちなみに、お二人あの事前に使っていただいた時も含めてお気に入りのエフェクトとかありましたか？<laughs> いや、私やっぱそのさっき自分でも使ってたスプレーはもっと他にも色があって、なんかこうスプレープラスこういう風になんかこう。うん けれるとまたちょっと違う表現ができるんだろうなと思うので、まだ私はゆかちゃんみたいにこう二つ使ってこうやってないので、上級者コースをやりたいと思います。<laughs> なるほど、上級者コースの井原さんはお気に入りエフェクトありますか？<laughs> 私あのまあ、文字を書くんだったらネオンがすごい好きだったんですけど、今思いついたんですけど、こう写真撮るときに私が こっそり例えば大好きですとか書いて見せずに印刷したので初めて知るみたいなちょっとキュンとしませんキャーキュンキュンそれやってみようと思います今度ぜひやってみてください可愛い可愛い,い,い <laughs> ねそれを動画に撮ってみたいなっていう感じですねまた <laughs> 確かにでもいろんな使い方ができそうですね、うん、ちなみにまあ先ほど 広瀬さんはお願いごと二人でお肉とさつまいも食べたいということでしたが、井原さんは七夕のお願い何かありますか？ええ、それはもちろんあの、私スーさんに会いたいかったので今日叶えました <laughs>。もう七夕に願いが叶えましたね。はい、叶えました。<laughs> なのであのスーさんのお願いごとに便乗して一緒に妹お肉行きましょう。<laughs> はい。<laughs> <laughs> じゃあ妹お肉食べるときにはぜひミニリンクツーを持って。 そうですね。スマホで撮った写真をその場でプリントしていただきたいと思います。それでは伊原さんの手元に先ほどの届きましたか？はい届きました。はいじゃあお見せください。じゃん。お！かわいそう。すごい。いいつけてる人みたい。いいところで。すごい楽しい瞬間を切り取りましたね。では広瀬さん。 QR コードを読み込んでいただけますか、はい、あ、わくわくしますね、これ。なんか恥ずかしいんですけど。つ <laughs>、うん、がった。はい、今読み込み中。あ、繋がりました、真ん中のボタンを。押します。くるかなめっちゃ楽しそう、私。<laughs> 皆さん、皆さん、の口数がちょっとでも楽しそうな様子がすごい伝わってきますね。どうですか、ご自身の願い事言ってる姿見て、あのー、切実なんですよ。お前も好きっていうのも知ってたので、だからやっと言えたなと思って、<laughs> 大満足です。 どうですか撮ってて井原さんはこのキラキラの音も入るのいいですね,ねなんかすごいてすもキラ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 みたいなそうなんですよ <laughs> エフェクトによって音が違うので、うん、それも選び方によって全然違う動画が撮れるので、うん、面白いですよね、うん、面白いですかわいい、うん でこの動画を QR コードにして赤プリントできますしリンク2でプリントした写真や動画はインスタックスフレーム付きでスマートフォンに保存して SNS で共有したりもできるんです、うん、なので使い方の幅が広がりそうでですすよねそうですね,そうですね今結構 SNS や,やってる人多いのできっとみんな嬉しいですよね。 で特にこう15秒動画インスタとか TikTok とか短い動画皆さん使われてますもんね。確かにさあいろいろと楽しみ方ができるリンクツーなんですがこのリンクツーを使って実は今日、井原さんから広瀬さんに贈り物を用意してくださったんですよね。はい、あのー、何ささっっききのあの動画を私も撮ってきてんにあの Q. R. コードを読み込んでいただけたらな。何?。思います。いや、可愛い,い。すずさんって、これ、世のスプレーで書きました。可愛い,い。<laughs> どんな表情。なんかあるのかしら。これはなんかええー。<お>もう、まさに、先ほどおっしゃってたみたいな、サプライズのメッセージですよね。ねはい。そうなんです。いいですか。始めちゃ。お願いします。<laughs> すごい、ウキウキ。ドキドキしちゃいますね、ねちょっと。<laughs> え、この。あんさあ、聞いててください。ああ。ええー。ちょっと。<laughs> あの、何が <laughs> ちょっとよくわかんない<も>。多分絵を絵だよねあれリカちゃん描いたやつでしょ。うすあすごいわかりましたか。わかりました。わしかもなんかまお願いしたことがあるけどリカちゃんに描いてほしいって。そうだったんですね。言 <laughs> ったことがあるんですよ。えー、じゃあちょうどね先月お誕生日だったということで、はい。井原さんが用意してくださったんですよね。ーーえー、この動画すごい嬉しい。いや暮らしていただきたいなと思って。 書いてきました。ありがとうございます。喜んでいただけましたか、広瀬さん。とっても全貌がよくわからないですけど、あのダブルサプライズっていうことで、はい。一度目のサプライズ。ありがとうございます。そしてもっと喜んでいただきましょう。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。感じで。え、すごくない？え、すごく嬉しい。本当にすごい。めっちゃ嬉しい。 ありがとうございますお誕生日プレゼント贈呈ということで居原 <laughs> さんこれ書くのかなり時間がかかったんですよねなんか鈴さんいつもなんかあの趣味で書いてるので好きに書いてるんですけど鈴さんには渡すんだと思って <laughs> あなんかいつもより時間かかりましたねええー、忙しいのにいどれくらいかかりましたこれで6時間ぐらいですかね <laughs> すごい すごい,いやでもこうやってあの直接すぐ渡すんじゃなくて一回こう動画でどういうのどういうのってなってから渡せたのがなんかありがたいです、ね、ダブル嬉しいですダブルサプライズで嬉しい広瀬さんいかがですかいやもう今日これをがってしながら寝ようと <laughs> 抱きしめて、うん、抱きしめて寝たいくらいすごい嬉しいですお部屋に飾っていただきたいと思います、はい じゃあお二人で改めてちょっとカメラに見せていただいてはい、ありがとうございますはい、ということでまだまだお話伺っていたいところなんですがそろそろお時間が迫ってまいりましたので最後に皆さんにメッセージをお願いしたいと思いますはいではまず広瀬さんからお願いします、はい、えー、本日はありがとうございますこれからもリンク2を使って 皆さん一人一人にこうたくさんの思い出を作っていただけたらな、楽しんでいただけたらなと思っております。ぜひ試してみてください。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは井原さん、お願いします。 え皆さん本日はありがとうございますずさんとこうして一緒に登壇できたのもそうですしあの本当にこの「リンク2」が新しい魅力がたっぷり詰まっていろんな使い方がまだまだたくさんあるんだろうなってあの思いますしなんかこういうのを QR コードを封筒に入れて。 なんかお手紙で渡すとかもまたなんかちょっとロマンチックだなと思っていろんな使い方これからもあの探していきながら使っていきたいなと思います本日はありがとうございましたありがとうございますお二人これからもリンク2でますます楽しんでくださいどうぞ大きな拍手でお送りください本日のゲストは女優の広瀬すずさん女優の井原りっかさんでしたありがとうございまし この後はステージ上で本日ご登壇いただきました広瀬すずさん、い原らりっかさんへの代表質問形式の囲み取材を実施いたしますステージ上準備いたしますので今しばらくお待ちください